伊賀焼の上り釜、恋髪見つけ花池江戸時代東京国立博物館、伊賀焼は三重県伊賀市にて焼かれている陶器。中世の時代に伊賀市の巻山に近い位の木釜跡などで周辺の豊富な糖度と焚き木の燃料を利用し、しがらき焼きに似たすり鉢や亀、壺などが焼かれた。その後、茶の湯が盛んとなった17世紀はじめの桃山時代には伊賀国領主であった。 津津井定治や藤堂高虎、古田織部などの指導によって、牧さんの最高寺王や丸柱の道谷に用において、合法で力強く破格な美意識を持った茶刀の水差しや花入れが焼かれた。この時代の焼きは、小がと言われ、ヘラ工具を使用した波状の文様や、格子状の押し形文様のほか、歪み、緑色のビードロ、灰かぶりや焦げ、鉄油を垂らすといった、 作為性の強い衣装が特徴である。織部好みと呼ばれる歪みの激しい造形、自然有や焦げの景色を尊ぶ豪快な詫びを持つ作風とも評される。東道高久が伊賀東道の乱屈を防ぐ制度を設けた際、多くの投稿がしがらきに移り、一時衰退するが、18世紀に入って東道高局が作刀を奨励したことで、最高伊賀の時代を迎える。 最高伊賀は、西遊島の日常雑器が中心となり、雪平鍋、土瓶、土鍋などが支持を受けて全国に広まった。明治期以降は、伊賀糖度の特性を生かした耐熱食器の生産が主流となり、産地としての基盤が固められた。なお、伊賀焼きを、筒井伊賀、糖度伊賀、遠州伊賀特別する場合があるが、それぞれがどこで、いつから、いつまで焼かれていたのか。 伝生している小伊賀が、どの区分に該当するのかは推測の域を出ない。桃山時代の時点で、巻山陽、丸柱、上野城内の3カ所で焼かれていたことが、現在までの調査で明確になっているが、今後の釜跡調査が待たれている。1982年11月に、国から伝統的工芸品の指定を受けている。伊賀焼きで製作された、お皿切符。 伊賀鉄道で200系の営業運転開始を記念して発売された。ありがとうございます。